当時っていうものの、勘違いが非常に多いんでね。昨日もテレビ朝日の深夜、えー、山形の鳴子温泉郷でね。当時宿に泊まりに泊まっています。当時宿泊まれば当時になるかって言うと、そういうものじゃない。簡単に言うと草津は10日。当時え1日か2日休む。10日当時1日か2日休む。10日当時1日か2日休む。仕上げに大滝の湯などの。 えーと51度1分49度1分で仕上げて、えー、体の内部の悪いものが吹き出物で出てきたりしますから「イエーイ草津で治ったぜ」っつって腕とか顔が吹き出物だらけじゃまずいから上がり湯で消してから帰るんですよそれを草津の上がり湯と言っただけど草津の上がり湯自体も湯治場だったりするわけですで湯治場っていうものはベルツのね、えー、持ってきた もう長圧の53度で無理やり熱でえ体の神経を起こして病に打ち勝つ下手すれば死ぬっていうえまあえ時間湯これはね時間湯というより時刻湯なんですよ朝何時に1回11時に1回3時に1回7時に1回かなえ4回53度に入りなさいっていうえ時刻湯ですまた回数湯 というべき回数湯超高温ってやつですねで3分浴砂時計が置いてあったり、えー、する48.1度とかこれはいろんなところにありますはい私も経験してますで、えー、1分っていうのが飯坂の銅線の湯、えー、48.5度、うん、これも地元のお年寄りに習ってもう神聖な気分でしたねはい で多様性型例えば野沢温泉渋温泉のような共同浴場が広く開放されてるといろんな繊維質が体に染み込んで和音を形成するんですね一箇所だとどだけピアノの木頂いてもドドドドドですよねドドミとソを叩けば和音になるで多様性型っていうので私がおすすめするのは野沢とか渋です